前回までの柴沢とは、油絵で描く人物画、そのパート3、服、背景を描く編まで終えました。今回はその続き、パート4、第3層調整、完成編になります。今回でこの絵のメイキングは、完成となるんですけども、この動画の内容がですね、輪郭の調整であったり、あとは色の調整であったりと結構地味な映像が続くので、ちょっと見てる人には申し訳ないなと思いながらも進めていきたいと思います。この作業をしている段階で肌色、下に塗っている肌色っていうのはもう乾いている、完全に乾いている状態になります。まあ油絵の具なので完全に乾くのに1週間程度ですかね、置いていたということになりますかね。でまあちょっと赤みであったり、黄色みみたいなものを肌に入れていきます。あとはですね、ちょっとパキッとしすぎているなとか、ちょっと気になるなみたいな部分の輪郭をぼかしたりしています。メガネの内側ですね、レンズの色みたいなのもちょっと入れるために薄く色を置いて、で、まあ、ティッシュで拭いたりみたいな作業を繰り返して少しずつ色をすり込んでいきます。これはあれですかね、美術用語でいうところのグレーズとかスカンブルとかそういう感じになるんですかね。そしてですね、ここから髪の毛を描いていくわけなんですけども、この僕の今映っている髪の毛の描き方、順番であったりっていうものは、まあ、できれば真似しない方がいいんじゃないかなと思います。というのもですね、この今僕の描いている髪の毛を描いていく工程であったり描き方っていうのは、ちょっと写実表現というには雑すぎるし、これからもし写実的な人物画とか人物をもっとうまく描きたいんだみたいな方がいらっしゃるとしたら、この描き方をしない方がいいです。おそらく止まってしまうでしょう、成長が。なのでここはですね、全く参考にしていただきたくないところでございます。僕もですね、今回本当はちょっとグリザイユで髪の毛描いて見ようかなとかってちょっと思ってたんですけど、完全に忘れてまして、わしまった、これグリザイユでやればよかったな、練習になったのになとかってちょっと思ったんですけど、まあ、ちょっと今回は、ね、こういう描き方をしております。でですね、ちょっと仕上げに、前髪ですね、前髪の黒をちょっと指先で押して抜いてあげて、ちょっとそうなんだろう、パキッとしすぎないふわっとした前髪にする毛先の手入れをしてあげます。これでとりあえず完成ですかね。ということで、油絵で描く人物画、まあ、今回は僕の友達の、一般成人男性を描かせていただきましたけども、いかがでしょうか。今回ですね、この絵で試したかったことっていうのは、顔、人物の顔以外で、ぼかし表現を入れて、その印象を変えていけるかどうかっていうのを一つ試したかったっていうのと、まあこういう人物があって動画としての見栄えが結構良かったりするんで、ちょっとやってみようかなみたいな、そういうですね、ちょっと癒しい気持ちが入っております。今回完成編ということで、ここまで完成編まで見ていただいた方ありがとうございます。よければですね、途中のメイキングもパート1から作っておりますので、気になる方パート1から見てみてください。はい、ということでここまで動画をご覧いただきありがとうございました。本チャンネルではこういった油絵のメイキングであったり、絵の情報とか、まあ役立つかなみたいな情報をお送りしております。よければですね、チャンネル登録とか、あと評価していただいたら結構嬉しかったりします。ということで、ありがとうございました。ということで、バイバイ。